はいどうも、夜食ハンター竹本明です。本日ですね、内田さんの畑に来ているんですけども、今日ねこちらで撮っていこうと思っております。食材がじゃん、これですね、スベリヒユという植物で、まあ、夜食ハンター超おすすめ。野草の中でも垢抜けてるっていうか、ちょっとね野草の枠をね超えてきてるような、そんな野草なんですよ。葉っぱはちっちゃいんだけど、茎がご覧の通り非常にこう肉質なんですね。この肉質の茎も食べられるし、葉っぱも食べられるというね、すごく分かりやすい食材です。まあ、この時期夏にねこうやって葉っぱを茂らして、結構ですねこれが畑の雑草として知られていて、雑草としてはすごい厄介なんだけど、野草を食べる人からするとかなりまあ嬉しい、そんな感じの食材なんですね。まあ、畑に入るのがなぜ厄介かっていうと、こいつらねすごく栄養を取るみたいなんですよ。でここがですね、こんなに大きいスベリヒユがわしゃわしゃと生えてるんですけど、その理由がこちらにありまして、これねお分かりになります、これねバフンなんですよ。そう、肥料のねバフンを積んでるとこなんだ。そこにねこうやって生えてくる、こんな感じでねどん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 採取していきます。バフの上に生えてるの食うのかって思うかもしれないけど、皆さんバフの上に生えてるものよく食べてるじゃないですか。そう、マッシュルームね。で、まあ、このスベリヒユが珍重されている理由としては、ひとえに栄養の高さというのがありですね、真夏のクソ暑い時期にこんなにワシャワシャ茂る草ってまずないんですけど、まあ野菜とかもちょっとこう取りにくくなってくるこの時期にですね、非常に役に立つんですね。これとかも太いな、これ元気でしょ、よいしょ、いいんじゃないの。私は今後ろで草刈ってるの内田さんですね。まあこのクソ暑い中でもお元気でね、羨ましいですよ。僕なんか間もなく40ぐらいのアラフォーぐらいの年齢ですけど、もう死にそうです今日なんか。まだ朝10時なのにもう34度ぐらいあって、もう今にも死ぬ、今死にますみたいな顔して撮ってますけど、まあこのスベリヒユをね摂取すれば、そんな夏バテ気味の体もですねバッと元気になってくれると思うので、じゃあこちらね持って帰って調理してみたいと思います。ご覧の通りですね、非常にムチムチしてるというか多肉質なんですよね。葉っぱの一枚一枚もよく見ると厚みがあって、大きさはちっちゃいけど割とガッチリしてるように見えます。園芸をやる方ならあれって思うかもしれませんけど、ポーチュラかっていう園芸作植物ありますよね。園芸植物、あれは実はこのスベリヒユとすごい近い仲間です。和名を花スベリヒユっていう風に言うんですけど、まさにこのスベリヒユに綺麗な花が咲いたような見た目をしています。早速ね調理していきたいと思います。まあ特にあの下処理とかは必要なくて、全草を食べることができます。で実はね、あの生でも食べられるぐらい、茎も葉もすごい柔らかくて食べやすい植物なんですね。なんですけども、個人的にはちょっと茹でるのが好きなので、とりあえずまあ茹でたいと思います。沸騰したお湯に入れて、数分でもいいし数十秒でもいいし、まあ茹でて水にさらす、それだけで下処理としては OK です。ちなみにまあせっかくねこれ生で食べられる野草としても知られてますんで、生でちょっと食べてみますね。洗っただけのもの、いただきます。うん、シャリッとしていて、レタスとモロヘイヤの中間みたいな食感があって、で苦味とかえぐみとか全然なくて、後味に軽い酸味があります。だからまあ草っぽいといえば草っぽいんだけど、これ作物っぽいよねって思えば作物っぽい感じもする。このスベリヒユというですね植物はですね、あの面白いのが、割と世界中に生えてて、ヨーロッパとかでも生えてまして、そっちでも食用にしている。で日本ではというと、東北地方、特に山形とかで結構人気のある食材だそうで、スベリヒユの比喩を取ってヒョウって呼ばれてるらしいです。さっと水さらししたらもう OK だと思います。はい、でこの下処理を終えたスベリヒユで、ちょっといくつかね料理作ってみようと思うんですけども、まずですね、スベリヒユという名前はですね、ぬめりがあるところから付けられてまして、でまあスベリっていうのがぬめりが、ぬめりってことね。ヒユっていうのは、あのヒユっていう植物があって、アマランサスとかケイトウとか、そういったあの観賞用植物がまあヒユの仲間に含まれるんですけど、このスベリヒユがちょっとヒユに似てるからスベリヒユって付けられたらしいんですね。ただ、まあ、研究によって、このスベリヒユは別にヒユの仲間ではない。今はスベリヒユ科というグループになっていますが、まあ、確かにね、ヒユって普通のなんか葉っぱっぽくて、まあ、どっちかというと本当にモロヘイヤみたいな見た目してんだよね。なんだけど、スベリヒユはご覧の通り、こんなちっちゃい葉っぱがいっぱいついてるし、ぬめりもあるし、まあ、違う仲間って言われても、まあ、そうじゃろうなと。
ちょっとこうしっくりくる感じはありますね。で、まあそういうわけで、こう、ぬめりがあるので、まあせっかくですからね、そのぬめりを生かした料理を一つ作りたいな、ということで、この茹でたスベリヒユを細かく刻んでいきます。で、叩く。と、ご覧の通り、ぬめりが出てきます。夏ってやっぱこのぬめりのある野菜に惹かれるよね。なんかこういうのが体にいいっていうのをなんとなく本能で理解してるというかさ。で、よく叩いてぬめりが出たところで、器に移しちゃいましょう。はい、というわけで1品目、スベリヒユのとろろですね。これちょっとのお醤油とかだし醤油とかをかけていただきたいと思います。はい、次。2品目はですね、ギリシャにあるクレタ島というですね、まあ観光地としても有名な島があるんですけども、不老長寿の島なんて呼ばれていて、まあヨーロッパの中でもですね、平均寿命が長いことで知られているんですけども、そんな国でですね、不老長寿の元として、尊ばれている食材って結構いくつかあって、で、このスベリヒユもその一つなんで、ちょっとギリシャ風のサラダをしてみようと思います。まあサラダっていうか、和え物よね。はい、刻んだスベリヒユを器に入れて、超シンプルです。塩コショウとオリーブオイル。で、和える。以上です。はい、というわけで完成しました。スベリヒユで2品ですね。こちらが、スベリヒユのたたきとろろ。それからこちらが、ギリシャ風のサラダ、まあ、オリーブオイルと塩コショウで和えました。本当はまあ酸ですね、バルサミコ酢とか入れた方がいいかもしれないけども、スベリヒユ自体に酸味があることを踏まえて、酸お酢なしでちょっと作ってみました。どんな味がするでしょうか。じゃあまずやっぱとろろからね。こう混ぜるとすごい粘りが出てきた。いただきます。おお、オクラぐらいあるね、粘りが。モロヘイヤとキュウリ足した感じで、そこにちょっと青臭さ乗せた感じ。なんかその青っぽい風味が大丈夫だよって人はこれ結構美味しく食べられると思います。個人的には結構好きな方です。やっぱね、歯ごたえがいいね。葉っぱは小口ネギみたいな歯ごたえで、で、太い茎がそのキュウリみたいなパリッとした感じがあって、で、そこにやっぱスベリヒユの本来のその青臭さが乗ってくると、まるでキュウリみたいな食感になるのかなっていう感じですね。うん。悪くないですよ、これ。まあ、好き嫌いはでも少し分かれるかな。じゃあ次、こっち。ギリシャ風サラダ。いただきます。うん。これは、やっぱり美味しいと思う。歯ごたえがね、なんか細かく小口に切るとキュウリみたいな食感質感に感じるんだけど、こういう一口サイズに切ると、まあフキとか空心菜だ、あの感じになります。そのオリーブオイルの力で青臭さが全然感じなくなってマスキングされていて、割とジューシーで、かつ独特の旨味というか、その茹でたほうれん草とか、まあ、あんなに甘くはないんだけど、旨味あるって感じしますね。ちょっと硬い茎は本当に空心菜そっくりですね。葉っぱが多いとこ食べるとどうだ？葉っぱの多いところはほうれん草とか、そんな感じですけど、あたしにちょっと酸味あるね。これがね、やっぱね、サラダというか、オリーブオイルと塩コショウの組み合わせに、この葉っぱの酸味が乗るとすごく美味しいですね。ちょっと美味しいので、お酒でも飲みますか。ボタニカルジン、マキの朝の連ドラで、まあ、メインというか主人公になっている日本の植物学の、まあ、大家であるとこの牧野先生を記念してと言うべきか。まあ、作られた高知のですね、酒蔵が作っているジンです。まあ、実際その高知県の、まあ、野草なんかボタニカルとして使っているということです。炭酸水割ります。牧野さんが自ら発見して、で、和名をつけたスエコザサっていう笹が入ってるそうです。あとはね、高知県産のグアバ、ハーブとかその辺も入ってるそうです。いただきます。おー、ジュニパーベリーにプラスして、
新鮮な笹の葉をそのままかじった時の香りがする。お、触りはやっぱりまあジュニパーベリーとあと笹っぽいな、だいぶ青臭い香りがあるんだけど、後口がすごいすっきりしてる。これはジン自体もキンキンに冷やして、よく冷やした炭酸水で割って飲むのが一番良さそうだ。強めの青臭さがキンキンに冷やすと清涼感のある香りに変わると思う。じゃあこれとトロロの方は青臭さがぶつかり合うでも種類が違うし、どっちも割と爽快な青臭さなので悪からぬ感じがしますね。キュウリっぽい青臭さと笹とか竹っぽい青臭さの青臭い同士の組み合わせみたいな感じになるかな。ギリシャ風サラダの方は、ああこっちジャストだな。これクレタ島ってギリシャなので、ギリシャといえばやっぱりワインが有名ですけども、地中海の島々って結構ワインも好きだけど同じぐらい蒸留酒を好むんですね。フレーバーを入れた蒸留酒、つまりまあジン的なお酒すごい好んで飲まれています。だからジンも結構飲まれてると思うし、そういう意味でこの組み合わせっていうのは大いにありというか、多分まあクレタ島の方もこのマキノのジンとこのスベリヒューのサラダは合うねって言ってくれるんじゃないかなって感じですね。うん、美味しゅうございます。スベリヒューという野草の美味しさ、これ本当にね、野菜嫌いでなければこれかなり好きだと思います。割とあの野菜的な特徴を備えている、柔らかいけど歯ごたえがあるとか、苦くないけどしっかりとした青臭さのを伴った風味があるとか、あとはまあえぐみはないけど酸味はあるとかね。でもそれらのすべてがいわゆるその雑草を食ってるって感じは一切しない、本当に癖がないので、野草の常識からは全く離れています。これは野菜と同じようなジャンルに入れていいと思います。で、なんか雑草の中で一番うまいみたいな評価を下す方がいるそうですけども、まあ差もありなんかなというところです。今回はね、その畑のまあぜっていうすごくね環境のいいとこで撮らせてもらいましたけども、このねスベリヒューはね意外とどこでも生えてる。探すコツとしては日当たりの良いとこ、めちゃくちゃ日がカンカンに照るような空き地とか道路の脇とか、ちょっと土積んであるとことかにめっちゃ生えますので、そういうところを探されるのがおすすめ。まあ、多肉質だからね、あの水分が逃げにくいとかねあるんでしょうね。なんでまあそういうところを探していただいて、あるいは畑にね肥料を入れるとね大体生えてくるんで、夏場にあのそういう畑持ってる方がいらっしゃればそういう方からもらうとかね、そういうのがおすすめです。はい、というわけで、今回はですね、雑草の中でもトップクラスに美味しい、スベリヒューというね、草を紹介しました。まあ美味しく食べられてよかったですし、これ以外にもねいろんな食べ方がある。山形ではですね、あの干してから戻して煮つけたりするらしいんだよ。そういうのもねちょっとやってみたい、なんか保存食特集みたいな形でね、他のいろんな食材と一緒にやれたらいいなというふうに思っております。はい、というわけでね、今回も美味しいね野草が食べられてよかったなというふうに思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね。